レジオネラ・ニューモフィラは、レジオネラ属のグラム陰性で高気性の肝菌の一種で、多形性、便毛、非胞子形成の細菌。エル・ニューモフィラは、このグループの主要な、人病原性細菌であり、レジオネラ症として知られるレジオネラ感染症の原因物質。自然の中で、エル・ニューモフィラは、炭水と土壌アメーバ属のアカントアメーバとネグレリアに感染する。感染のは、 アメーバと人の細胞で類似している。エルニューモフィラは、単極性弁網を有するグラム陰性、非方子形成、高気性肝菌で、しばしば玉肝菌に分類される。高気性であり、ゼラチンを加水分解したり、ウレアーゼを生成することはできない。また、非発酵性である。エルニューモフィラは、色素沈着も、自己傾向も発しない。オキシダーゼ及び、カタラーゼ陽性で、 ベータラクタマーゼを産生する。エルニューモフィラのコロニーの形態は、灰色がかった白色で、キメのあるカットガラスの外観をしている。また、システインと鉄が必要である。酵母エキスの培地で、オパールのようなコロニーで成長する。エルニューモフィラは、グラム陰性菌に分類されるが、外側の細胞膜の、さらに外側リーフレットに含まれるユニークなリポタ等の、含有量のため、 染色が不十分である。この生物の体細胞抗原特異性の基礎は、その細胞壁の側座に位置している。様々な糖の成分と配置の両方に関する、これらの側座の化学組成は、多くのグラム陰性細菌を、血清学的に分類する重要な手段である、体細胞、または、大抗原決定器の性質を決定する。 エルニューモフィラには少なくとも35の異なる血清型が記載されており他のいくつかの種もいくつかの血清型に細分されている血清はスライド凝集反応と蛍光抗体法の両方に使用されている患者の特定の抗体は関節蛍光抗体検査によって決定できるエライザ及び微小業種検査も適用されているレジオネラはグラム染色では 不十分に染色され、銀では陽性に染色され、鉄とシステインを含む、干渉科目単酵母エキスで培養される。テトラヒメナピリフォルミス内で増殖するレジオネラ、ニューモフィラレジオネラニューモフィラは、環境中のアメーバ、特にアカントアメーバとネグレリアの種に侵入して、複製できる、通性細胞内寄生虫であり、L ニューモフィラの自然粛主として機能する。 これらの宿主は、塩素処理などの環境ストレスからの保護にも寄与する。米国では、1年に10万人の居住者あたり、約2件のレジオネラ感染症が発症する。感染は夏に、ピークに達する。フード病地域では、肺炎の約4%から5%がレジオネラニューモフィラによって引き起こされる。人では、L ニューモフィラはマクロファージ内に侵入して複製する。 最近の内在化は、抗体と補体の存在によって強化されるが、絶対に必要というわけではない。バクテリアの内在化は、食作用を通して起こるようだ。しかし、エルニューモフィラは未知のメカニズムを介して、非食細胞にも感染することができる。コイル状の食作用として知られる、稀な形態の食作用がエルニューモフィラで、報告されているが、これは、ドット、アイクム分泌システムに依存せず、 他の病原体でも観察されている。内在化すると、バクテリアは膜結合液法に包囲され、それがなければ、バクテリアを分解するリソソームと融合しない。この保護されたコンパートメントでは、細菌が増殖する。細菌は、ドット、アイクムとして知られるイブ部分泌システムを使用して、エフェクタータンパク質を宿主に注入する。 これらのエフェクターは、宿主細胞内で生存する細菌の能力を高めることに関与している。l ルニューモフィラは、330を超えるエフェクタータンパク質を高度し、ドットアイクムテン座システムによって分泌され、宿主細胞のプロセスを妨害して、細菌の生存を助ける。レジオネラ属は、宿主細胞に分泌される可能性が高い1万以上、場合によっては、 最大1万8000までのエフェクターを高度すると予測されている。l ルニューモフィラがそのエフェクタータンパク質を使用する一つの重要な方法は、レジオネラ含有液法と宿主のエンドソームとの融合を妨害し、それにより妖怪から保護することである。ドット、アイクム添剤エフェクターのノックアウト研究は、それらが 細菌の細胞内生存に不可欠であることを示しているが多くの個々のエフェクタータンパク質は上調に機能すると考えられている。この多数の点在エフェクタータンパク質とそれらの上調性は細菌が多くの異なる原生動物宿主で進化した結果である可能性が高い。食細胞内の L ニューモフィラの点画像レジオネラがマクルファージと 原生動物の中で生き残るためには、レジオネラを含む液法として知られる特殊な区画を作成する必要がある。ドット、アイクム分泌システムの作用により、細菌は通常のエンドソーム輸送経路による分解を防ぎ、代わりに複製することができる。内在化の直後に、細菌は小胞体由来の小胞とミトコンドリアを LCV に特異的に補充し、 ラブ5やラブ7などのエンドソームマーカーの補充を防ぐ。液胞の形成と維持は、病院にとって重要である。ドット、アイクム分泌システムを書く細菌は、病原性はなく、細胞内で複製できないが、ドット、アイクムエフェクターすだを削除すると、液胞膜が不安定になり、細菌の複製は起こらない。レジオネラは、システイン、ロイシン、メチオニン、バリン、スレオニン、 イソロイシン、及びアルギニンの7つのアミノ酸に対して栄養要求性である。宿主細胞内に入ると、レジオネラは成長して繁殖するために栄養素を必要とする。空胞内では栄養素の利用可能性は低い。アミノ酸の高い需要は宿主細胞質に見られる有利アミノ酸の輸送によってカバーされていない。アミノ酸の可用性を向上させるために、寄生虫は プロテアソーム分解の縮小メカニズムを促進する。これにより、寄生虫の液胞内増殖に使用できる l ニューモフィラ感染細胞の細胞質に過剰な有利アミノ酸が生成される。l ニューモフィラは、アミノ酸を取得するために、LCV の膜に極在する3つの縮小酵素、ファルネシルトランスフェラーゼ、ラス変換酵素マイナス1プロテアーゼ、および、 イソプレニルシステインカルボキシルメチルトランスフェラーゼの活性によってファルネシル化されるアンクブ新生化ボックスエフェクターを使用する。ファルネシル化によりアンクブは液胞の細胞質側に固定される。アンクブが LCV 膜に固定されると SCF1 ユビキチンリガーゼ複合体と 相互作用し、K48 結合ポリ指キチン化タンパク質を LCV にドッキングするためのプラットフォームとして機能する。K48 結合ポリ指キチン化は2から24アミノ酸長のペプチドを放出するプロテアソーム分解のマーカーであり、細胞質に存在する様々なオリゴペプチダーゼ及びアミノペプチダーゼによってアミノ酸に急速に分解される。アミノ酸は SLC1A5 などの様々なアミノ酸輸送体を介して LCV に取り込まれる。アミノ酸は l ニューモフィラの主要な炭素及びエネルギー源であり、ほぼ12のクラスの ABC トランスポーター、アミノ酸膜輸送お及び多くのプロテアーゼを使用して利用する。輸入されたアミノ酸は、トカサイクルを通じて、及び炭素と窒素の供給源として、 エネルギーを生成するために得るニューモフィラによって使用される。しかし、アミノ酸の獲得のためのプロテアソーム分解の促進は、縮子から炭素及びエネルギー源を得るための唯一の毒性戦略ではないかもしれない。タイプ2分泌分解酵素は、炭素及びエネルギー源を生成するための追加戦略を提供する。2004年3つの臨床的肺炎連鎖。 吸筋分離株の完全なゲノム配列の決定と公表は特に肺炎連鎖吸筋とレジオネラ属全般の分子生物学の理解への道を開いた。180のレジオネラ株の遺伝子含有量を研究するために DNA アレイを使用した詳細な比較ゲノム解析により高いゲノム化素性と頻繁な遺伝子の水平電波が明らかになった。L ニューモフィラの ライフサイクルに関する、さらなる洞察は、その自然宿主であるアカントアメーバカステラーにでのル・ニューモフィラの遺伝子発現プロファイルを調べることで、得られました。エル・ニューモフィラはに相性のライフサイクルを示し、遺伝子発現プロファイルに従って透過性及び、複製特性を定義する。形質転換は、周囲の液体媒置を介した、ある細菌から別の細菌への DNA の移動を、 伴う細菌適用である。形質転換は細菌版の交尾である。細菌が外縁性 DNA を結合し取り込み、その染色体に再結合するためにはコンピテンスと呼ばれる特別な生理学的状態に入らなければならない。l n e ュ m o フ h ラ a のコンピテンスを誘導する可能性のある分子を特定するために64の毒性分子をテストした。これらの分子のうち、 6つの DNA 損傷剤のみが強いコンピテンス脳誘導を引き起こした。これらは、マイトマイシン C、ノルフロキサシン、オフロキサシン、およびナリジキシン3、ビシクロマイシンおよびヒドロキシニオ素ソだった。これらの結果は、レジオネラ肺炎における形質転換の能力が DNA 損傷への応答として進化したことを示唆している。おそらく、能力の誘導は、 他の病原性細菌で起こるように、自然宿主での生存の利点を提供する。細菌のいくつかの酵素は、暫定的な薬物標的として提案されている。例えば、鉄摂取経路の酵素は重要な薬物標的として提案されている。さらに、IMP、GMP 特異的語ヌクレオチダーゼの CN2 クラスは、速度論的に広範囲に特徴づけられている。 4両体酵素は、性のホモトロピック共同性、気質活性化の側面を示し、酵素に対して、従って生物に対して、有効な薬物を設計するために標的とすることが、できるユニークなアロステリック部位を提示する。さらに、この酵素はその人間の対応物とは異なり、薬物開発の魅力的な標的となっている。マクロライド、または、フルオロキノロンは、 レジオフロキサシンがアジスロマイシンに対する耐性を高める第一選択薬であると考えられている人のレジオネラ肺炎の標準治療薬である。二つの研究はマクロライドよりもレボフロキサシンの優位性を支持しているが FDA は承認していない。ありがとうございます。